なんとフレゴリーは。自分を殺そうとした恋人に法廷でまさかのプロポーズをしたのである。裁判終了直後、グレゴリーがインタビューに答えている実際の映像がこちら。自分でも法廷でプロポーズするとは思わなかったよ。でも彼女を救うためにはこの方法しかなかった。僕はただティファニーと一緒にいたいだけなんだ。誰もが予想だにしなかったグレゴリーの訴えの結果、懲役15年という求刑に対し、裁判所は懲役わずか3年という異例の減刑判決を言い渡した。ティファニーの出所予定は2015年4月。グレゴリーは今も彼女の帰りを待ち続けている。善良な夫が隠し続けた秘密、仰天告白の意外な結末とは。2009年アメリカカリフォルニア州サクラメント。君だよ、好きだよ、好きだよ。デイビッドとキャットは結婚20年目を迎える仲のいい夫婦だった。しかし夫のデイビッドには妻に打ち明けられない秘密があった。リンゴとトイレ持ってた時はすげえ来るよね、この種食べた。もしもし、話し声が聞こえたけど。いや、そうかい、独り言かだ。あら、そう。デイビッドは愛する妻がいながら浮気をしていたのだ。しかその相手は。なんだ